動やってるね。お、波動やってますね。チーム K 頑張れ。みんなチーム K の応援よろしくお願いします。そう、 K はね2連覇がかかってるので、そして今のところ1位なので、もうこのまま突っ走って K がね今回も優勝したいなと思っております。 K 頑張ってたこ焼き全部食べたね。食べた、うん、ねえじゃないわ、食べました、たこ焼き。4位決定戦なの。頑張れチーム K、 皆さん応援してください。こんばんは。今日は皆既月食ですね。皆既月食見ました？皆既月食月めっちゃ綺麗。あ、そうなの？これ終わったら見よう。月食見た。お、いいね。でも月食さ、 iPhone で撮るとさ、なんかでも月とかあれだよね、 iPhone で撮るとなんか全然それに見えないよね。なんかただの光みたいになってならない？こんばんは。オペラグラスで見た。おお、おしゃれ。13プロ、ただのライトになった。私も13プロなんだけど、やっぱ一眼とかじゃないとね月は撮れないんですかね、やっぱりね。だってめっちゃ遠いもんね、言うてめちゃくちゃ遠いもんな実際は。それはカメラのレンズも困っちゃうよね。星は無理。でも星の方がさ逆に点々でなんか見やすい。あ、夏目さん、熊タワーありがとうございます。イエーイ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。こ焼きに鰹節つけないね。あったらあったでいいけど、そういうな、うん、別にな、あれ、そのソースとマヨネーズだけで十分かなって思います。そう、あったらあったでいいですけどね。うん、なんかもうソース出してマヨネーズ出したらそう、もういいかな。うん、お、やすさん、熊タワーありがとうございます。やったー、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。お、あやねが大好き、あやね大福さんもハートいっぱいありがとうございます。お、桜のお友達さん、お、ありがとうございます。熊タワーありがとう、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい、やった。お、夏目さんもレインボースターありがとうございます。8位内目指すの？え、そうだよ、目標コロッケ部なので、はい、8位内です。うん、それは8位内目指さないとやってないですよ。お、あやねが大好き、あやね大福さん、熊田はありがとうございます。イエーイ、カチカチハ
ハートありがとうございます。ありがとうございます。お、レインボースターありがとうございます。桜のお友達さんありがとうございます。もうレインボースターめっちゃ持っとる。ありがとう。みんなもお星様とかありがとうございます。もしかして今コロッケのコスプレですか？あ、え、あ、そう、そうです、コロッケです、コロッケです。今コロッケのコスプレしてますコロッケです。イエーイ。でも去年もねこれ着てたんだよね。てか去年も着たからさ着やすい。本当は犬なんですよ。はい、コロッケになります。こちらコロッケです。よろしくお願いします。いや、あのコロッケとしてやらさせていただいてるんですけど、やっぱりコロッケ部っていうものがあるからには、あのコロッケとしてはやっぱ私がいないとダメかなって思うんですけど、どう思いますか？やっぱコロッケ部っていうものにはコロッケはいた方がいいですよね。何コロッケ？あ、サクサク。あ、そう、サクサクです。サクサク、しっとりも好きだけどやっぱサクサクが一番、私的にはサクサクがいいよっていう人がやっぱ私の中で多いかなって思うので、やっぱ私もサクサクにあげてもらえると、すごいやっぱたくさんのお客様にね喜んでいただけるので、はい、ありがとうございます。ホクホク、あ、ホクホクですね。ホクホク、もちろんホクホクですね。はい、いや、ホクホクですと、全てのお客様にホクホクを提供させていただいております。よろしくお願いします。そうですね、あとなんだっけな、なんだっけ、なんか質問来てたけど、なんか答えようと思ったんだけどな。いた方がいいね。いた方がいいですよね。アイナメイト3秒しか見れなくてメンブレした。メンブレしないで、メンタル強く持とう。あ、何コロッケが好きなのだ。いや、私はコロッケの中だと、カニクリームコロッケ派です。あ、一緒の方がいらっしゃいましたね。カニクリームコロッケです。はい、カニクリームコロッケが一番好きです。カニクリームコロッケです。はい。あ、え、すごい、え、15位になった、ありがとうございます。え、すごえ、すごい、ありがとうございます。やった、嬉しい。15位、イエーイ、ありがとうございます。コロッケは嬉しいです。コロッケ嬉しい。コロッケも嬉しくてコロッケが飛び跳ねている。コロッケ、コロッケ、コロッケになります。そう、コロッケ、え、ありがとうございます。15位で嬉しい、ありがとうございます。やった。はい、やっぱりコロッケとしてね、これから頑張っていきたいと思いますので、やっぱり皆さんのコロッケの思いも背負ってやっぱ戦場にね向かおうと思いますので、やっぱ、覚悟を持っていきたいと思います。たこ焼きじゃなかった。あ、そうなんですよ。たこ焼きは普通にこう料理しなきゃいけなかったんですけど、料理選抜って料理しなきゃいけないんですよ。そう、でもコロッケ部に入りたかったら8位以内に入ったら入れるらしいんですよ。なのでコロッケを作らなくてもいいんですよ。そう、そしてすぐできる、そしてみんなと一緒に楽しめるたこ焼きや。
ってなってたこ焼きにしました。あ、桜のお友達さん、だるまさん、いっぱいありがとうございます。だるまさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんはです。はい、うん、そう、コロッケはやっぱコロッケ部にやっぱ入ってからみんなで一から作り上げていくものだなと思うので、はい、やっぱりまだコロッケを作らない方がいいかなと思って作るのことです。はい、すいません、すいません。あえての、そう、あえてのなんですよね。うん、あら可愛いこんばんは、あら嬉しいこんばんは。国会議員の答弁みたい。本当、国会議員になれるかな。まあ、私があのコロッケ部に入ったからにはですね、あの国会の治安と日本の、経済安定、株価の上昇を見込みまして、税金の改善などさまざまなね、何でしょう、感染防止策や環境問題などなどたくさんの問題を解決していきたいと思いますので、やっぱりあのコロッケ部に当選した暁には皆さんに素敵なものをね、お届けできるんじゃないかなと思ってます。うん、やっぱりコロッケですから、やっぱコロッケは全員の幸せを願ってます。コロッケなんで、だってコロッケだもん。今夜は趣味時、あ、そうなんですよ、今夜は趣味時です。囲碁してます、囲碁してます。 NHK で普通に考えてさ、 NHK でレギュラーってすごくない？みたいな思うんですけど、レギュラーというか毎週出てて、そう、趣味時で囲碁を学んでるので、そう、あのね、囲碁ね、めっちゃ面白いんですよ。本当に、いや、今までそんな、なんかこう、なんだろう、こんなに深いものだと思ってなくて、そう、もう戦略とかがなんか何通りも何千通りとかも、あ、そう、14位、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。やったー、親戚に言いやすい、あ、そう、親戚に言いやすいですね。そう、いや、言いやすいですね。僕おじさん、今度僕のコロッケが囲碁やってるからぜひ見てくれって言いやすいですもんね。うん、わかるわかる。そう、光の碁ね、私もさ、小学生になるかならないかぐらいの時に見てたんですよ、光の碁をね。普通にアニメとして見てて、そう、アニメとして見てたんですけど、普通にその展開が面白くて見てて、もう囲碁のルールとか全く分かんなくて、でもあれ、囲碁のルール覚えなくても見れるらしいです、光の碁は。ね、そう、だから初めてちゃんと囲碁のあれを学びました、ルールを。そうだ、本当に面白くて、でもめちゃくちゃ全然まだまだなんですよ。いや、あの番組でつるちゃん先生に教わっていることはもう基礎中の基礎なんだなって、基礎中の基礎すぎて、なんかもう本当にもうピヨピヨピヨって感じ、赤ちゃん、私たちはひよこでした。
なんかそのアプリで、そう習ったからアプリでもなんか出るわみたいな思ってアプリでやったんですよ。なんかエリちゃんとかもやってて、それでもう LINE したもん。え、全然勝てなくない？え、これ、え、強ない？アプリ強ない？って、うん、ってなって、いや私たちつるちゃん先生いないとできないやんってなって、そう、いやでそこでさらにまた囲碁の深さを覚えましたね。うん、いや囲碁おもろってなりました。今度囲碁対戦会やってください。あ、やりたいですね。そう AI はめちゃくちゃ強い。そうなの、そうなの。そう、逆にあれなのかな、普通にランダムマッチとかで知らない人と当たった方がいいのかな、逆に。なあ、そう、なんか囲碁難しいんですよ。でも趣味に加わりました。趣味何って言われたら囲碁って言います。他にも囲碁やってるメンバーはそのエリちゃんとハータン、小田エリナちゃんと斉藤春菜ちゃんと3人で、あのチーム囲碁として頑張っております。チーム囲碁です。囲碁だから今趣味聞かれたら囲碁、麻雀、競馬、アニメ、漫画、ゲームって言います。あとなんかあるかな、でも今はそんな感じ、それぐらいかな。あとはコロッケになることです。いや違う、コロッケです、コロッケです。そもそもいい囲碁おじさんですね。そうですか、おじさんなのかな。そう、なんか麻雀はせりちゃんに教えてもらって、なんかそっからあのアプリとかでやったりして覚えて、で囲碁はその番組でやって面白いなって思ってハマって、でその競馬は、そう競馬は本当にね面白い。競馬っていうか馬娘にハマったんですよ最近。そうで馬娘のアニメ見てめちゃくちゃ泣いて、え、こんな面白いことある。まあ、13位ありがとうございます。嬉しい、13位だ、イエーイ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。君の相葉がね、君いやで、それで馬娘を見たんですよ。馬娘見たことありますか。馬娘見て、あ、信じられないくらい面白くて、なんかもう一気に見ちゃって、もう本当に泣けるし、もうなんかもう全ての馬になんかこう全ての馬を応援したくなるというか、はい、そうなの、そうなの。馬娘誰推し、いやーね、推しね、いやー、やっぱ一気見てる時はスペちゃんなんですよ。やっぱスペちゃん可愛いなーって、スペちゃん頑張れってなるじゃん。2期見るじゃん。あ、天陽、あ、天陽、天陽、天陽、そんな一気ですごいなんか脇役みたいな感じだったのにみたいな、もう天陽に泣かされまくって、もう天陽しか勝たん、もう天陽に泣かされまくりまして、そう東海天陽もうすごない。だって東海天陽すごいのよ。スペシャルウィーク生で見てよ、マジで。何歳、え、おじいちゃん、そう、それで、ス
ペ vs グラスはリアルで名勝負。あーグラスワンダーね。いやグラスちゃんも可愛いよね。いやそのさグラスちゃんさ最初の方に出すぎてて、もう2期の時はグラスちゃんのこと忘れてるのよ。東海帝王がすごすぎて。ちなみにディープインパクトは出てきません。あそっか、東海帝王よりスペシャルウィークの方が最近なのか。そうだわ。でその東海帝王の、いやなんか3回骨折したのに復活戦でもうあの 1位取るって、いやマジで あそっか、みんなはあれだもんね、普通に大間さんとして見てるもんね。そう、いやでも本当にねめちゃくちゃ可愛いし愛着湧くし、おすすめです。大宅ヘリオスね、可愛いよね、わかる。ゴールデンウィーク、あのそういうんじゃないです。スペシャルウィークはそういうウィークじゃなくて、はい、すいません、すいませんね、ちょっとね、はい、ということで、どこまで話したんだっけ。そう、それでそっから普通のリアル大馬さんにもちょっと興味が出てきてというか、見たの普通に東海帝王の映像で、そう見たの普通にリアルの東海帝王の映像。もう本当になんかアニメ見てから見てるっていうのもあるけど、もうすごい、もうなんかすごくて、もうなんかもうすごかった、感動、本当にやばくて。なんかその刺しとかさ逃げとかあるじゃん。いやでもやっぱなんかさ、もう関係ないよね、なんか東海帝王には。なんかもう天王って感じ、うんって感じで。いやもうほんと東海帝王大好きですね。そう、東海帝王も大好きだし、やっぱミジロマックイーンもね好きにならざるを得ないし、あと私がちょっとやっぱ密かにめちゃめちゃ推してるっていうか、めちゃくちゃ好きなのがライスシャワーなんですよね。ライスシャワーがね、ちょっとねグッとくるんですよ。ライスシャワー、なんかヒーローかヒールかみたいな。そう、いやもうね、しかもウマ娘のライスシャワーがまた可愛いのよ。可愛いし可愛くて、なんかもうね本当になんかもう応援せざるを得ないのよ。そう、なんかライスね、でもアニメとかだとやっぱ大間さんの気持ちとかわかんないじゃん。でもあの娘だから、なんかライスはなんか望まれてないんだみたいな、ライスが勝ったらいけないんだみたいな、もうほんと可愛いの。いやそんなことないよ、ライスが一番でいいんだよってなる。そう、だから私はウマ娘でライスを1位にしました。ウマ娘ゲームでもうライスを全てのレースで1位取った気がする。うん、もうライスが1位になったらいい、あんたが一番だっていう。だからもうね、私育成ゲーム系本当に苦手で、なんかもう同じずっと作業だみたいな思ってやってたんですよ、今まで。なんかその育成アプリゲーム的なのは。そう、でもウマ娘はなんかね、やっぱ毎回のそのトレーニングが大事だから、やっぱその同じ作業じゃなくて、その毎回の育成が楽しくて。そう、いやだから本当に馬娘おすすめ。やっぱアニメ見てゲームした方が面白い。ライスは華奢な馬だった。そうなの、ね、華奢な女の子なの、めっちゃちっちゃいのアニメで。そう、いや本当に、いやだからもう、だからその普通に競馬、ちっちゃい頃ねパパが競馬するってしてたから、たまになんか休みの時になんか競艇とかもしてたんだけど、なんかそれに連れて行かれてて、そうだからキッズスペースでなんか
遊んでたり、なんかお馬さん見たりしてたんだけど、その時はなんかあ馬だみたいな感じで思ってたんだけど、そうなんか今思うとやっぱあの時は私の知らない、もしかしたら私は誰かに出会っていたかもしれないって思って、私は子供の時だから17、8年前とか、下手したら20年ぐらい前かもしれないじゃん、5歳とかだったら。だからもしかしたら帝王とかなんかその辺の、あと里のダイヤモンドとか、里ちゃん可愛いよね、ダイヤちゃんか、そうって思ったら、本当にやっぱリアル大間さんも興味出てきて、そうだからこの間の天皇賞、秋天皇賞の秋のレースの映像だけ見たんですよ。すごいですね。いや名前わかんないけど、最後の差し、すごいわと思って、いやよくやったわみたいな、そこまでよく後方でそこまで耐えたみたいな気持ちになって、そうそこから来るんだって思って、そう絶対2位になった子が1位だと思ってたじゃん、そうもうこの子のまま行くんやなって思ったら、なんか急にすごい1位の子出てきて、そうすごいすごいすごいと思って、すごいすごいみたいな、しかもギリギリで1位になったの、なんか1馬審査とか分かるようになりました。2馬審査とかあるじゃん、鼻とか首とか、でもそのめっちゃギリギリだったんですよ。そうだからめちゃめちゃおもろいと思って、そうなんか全然あれじゃん、いつの時代もみんなが一番輝いてるやんと思って、そう帝王がいなくったってライスがいなくったってみんなが一番なんやって思って、だから全ての馬に愛を込めて生きていきたいなって思った。馬券買ったの、馬券は買ったことないパパが買うときに適当に数字言ってって言われて言ってたぐらい。大間さんのお話してた、そうだよ大間さんのお話だよ。そうだからね、今ねちょっとね競馬のレースありますって言われたらめっちゃ見ちゃうと思うもんね。うん、いや本当に誰が勝つか分かんないんだよ、最後の200まで何があるか分かんないから。そうそうなの、そうなんかそう、でもお金かけるのもいいかもしれないけど、なんかもう純粋にレースが楽しいなって思って、そうだからちっちゃい頃はみんなここでお金稼ぎしに来る人がいっぱいいるんだと思って、みんななんか一発逆転狙ってるおじさんばっかだなって思ってたんですよ、ちっちゃい時は。そうなんかみんなそんなお金にギラギラしてるなって思って見てたんですよ。今ならわかる、いやみんなお金を増やす気持ちもあるけど、やっぱレースがおもろいから来てるんだなって、あの時の養女あやねに教えてあげたい。うん、そうあやちゃんいいって、ここのおじさんたちはレースが面白くて来てるんだよって、ただお金に目がくらんで来てるわけじゃないんだよって、ちゃんとレース見なさいって言うと思う。そうなんです。ね、競馬はレース激しいから面白い。そうなんです、そうなんです。そう。
なんかめちゃめちゃ面白くて本当にハマってます。なんかそのスポーツとか見る人じゃないんですよ。そのやってたら見るけど、なんかそのスポーツとかあんまり見たことなくて、なんかその誰が勝つのかなとかも別に興味ないし、そうでもなんか馬だけはどこの馬かもわからないっていう、なんかどこの馬かっていうとなんか変な言い方だけど、知らないお馬さんでもなんかその誰が勝ってもなんか嬉しいし、なんか面白いレースを届けてくれてありがとうって気持ちです今は。そうなんでしょうね。ちょっとあの馬の話ダートと芝があるのは知ってる、それ知ってますよ、当たり前じゃないですか。えでもやっぱ芝、やっぱでも芝の方がねいいよね。ダートってちょっと危険というか走りづらそう。ダート得意な馬いなくない、そんなに。雨降った後のダートはかっこいい。いやー絶対かっこいい。適性あるよね、適性。そう今のお馬さんわかんないんですけど、そうアメリカ基本ダートなんだ。へえ。だからその馬娘でさ、あのアメリカの馬とかも出てくるのよ。なんか漫画もその見たんだけど、8巻ぐらいまで見たんですけど、いやそれがね、それめっちゃおもろい。あのねオグリキャップの話なのよ。オグリキャップとタマモクロスの話なんですけど、おもろい。なんかオグリキャップって有名すぎて名前は知ってたんですけど、どういう人かわかんない、どういう人っていうかどういう馬さんかわかんなくて、そうだからオグリキャップねすごいよ。てかあのねタマモクロス、私ライスも推しなんですけど、タマちゃんも推しなんですよ。タマモクロスね、そう絶対にタマちゃんを1位にしてあげるんだからっていう気持ちでそうやってるんですけど、そうね、足毛対決、そう足毛ね、足毛は走らないみたいなっていうのも、そうなんですよ。タマちゃんが好きな、そうタマちゃん好きなの。てかね、そうキャラデザー的にもそうだし、もうねめっちゃいいよ、タマモクロスめっちゃいいよ。成田ブライアン聞いたことあります、ありますあります。成田ブライアン出てくるよ馬娘。成田ブライアンね、いいですよね。だからそのシンボリルドルフの子供が東海帝王じゃないですか。だからあの東海帝王の子供とかもいるんじゃないかと思って、今出てる大馬さんの今そのね実際レースで走ってる大馬さんの一覧みたいなのがあるじゃないですか。調べたら出てきて、なんかそれで親とかも書いてあるんですけど、やっぱね全然知ってるお馬さんの子供いなくて、だからさ目白馬っていっぱいいたじゃん、ね、あのマックイーンとかさ、ブライアン、目白ブライアンとかさ、目白ドーベルみたいな、目白パーマ、そう目白軍団、そう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 、だから目白なんとかいるんじゃないかみたいな感じで思って、そう見てたんですけど全然いなくて、あやっぱその名前変わっていくじゃんどんどん、そうだからその目白馬いないんだなみたいな、そう思って。でも北サンブラックの孫か子供がギリいて、あ北サンブラックはあれなんだな、割と最近だもんねと思って。
ミジロといえばパーマ。あ、そうなんですね。逃げ馬。親が勝てなかったレースを子が勝つのがロマン。ねえ、そういうことなんだよね。めっちゃわかる。でもやっぱ東海帝王すごいね。うん。武豊知ってる？武豊は知ってます。武豊さん知ってます、知ってます。イクノイックスは北さんブロックの息子。イクイックス、イクイノックスか、あれはあるよね。イクノ、イクノなんとかなんとかっているよね。武豊さんぐらいしか知らない。そうなんですよ、私もジョッキーさんはそれぐらいしか知らなくて。そう、イクノディクタス、そうそうそう、イクノディクタス。あとさ、めっちゃ泣いたのがさ、あれツインターボ、ツインターボがね、よかった。ツインターボよかった。いや、もう泣かされた。ターボに泣かされるとは思わんかった。うん、いや、すごかった。北さんってつく馬は馬主が北さ、北島三郎さん。そうです、そうそうそう、出場してる。逃げはサイレンススズカね。いや、めっちゃ逃げる。いや、サイレンススズカめっちゃ強いよね。いや、サイレンススズカも可愛いのよ。ツインターボ好きとは昭和のおじさん。いや、でもツインターボめっちゃすごい。いや、ツインターボね、いや、もうツインターボすごかった。泣いちゃう。もうサイレンススズカはもうなんかかわいそすぎて、もうかわいそう、もうかわいそう、うん、かわいそう。そう、サイレンススズカの天皇賞秋。お、OK、ありがとう。そう、でもそうなんですよ。いやあ、美穂のブルボンね、ブルボンね、美穂のブルボンな。美穂のブルボンもちゃんと知らないけど、そこまで詳しくないけど逃げ馬と追い込みどっちが好き？どっちが好き？も選べないな。でもやっぱ分かりやすくこうなんか面白いってなるのは追い込みだと思う。うん、抜かせるか抜かせないかみたいなところで抜かしたって感じ。うん。ライスは、いや、ライスいいよね。ライス本当に。ツインターボが好きなら逃げじゃない。いや、そうなのよ。だからどっちも選べないのよ。ツインターボはてかアニメでやったツインターボのレースがめっちゃ泣けたの。だから実際どうだったかは知らないけど、その馬娘のツインターボが勝った試合がめちゃくちゃ感動するの。そう、だからもうターボ、ターボって感じ。セイユンスカイ、あ、セイユンスカイさんね。セイユンスカイさんもいいですよね。アニメと現実が混じってる。そうなの、そうなの。だからね、ウマ娘見てからだから、そう、ウマ娘の
話でもある。そう。てかほとんど馬娘の話。てか馬娘が実際の競馬のレースとかをそのまんまやったりしてるから、そう結構リンクしてるんですよ。こんばんは、こんばんは。そうね、いっぱい競馬のお話してしまいましたけどね、そうなんです。だからね、最近ハマってる競馬でした。うん、コロッケ検定忘れ、そうそう、だからコロッケはやっぱ競馬場のコロッケになるのが夢なので、まずはコロッケ部に入ってからいろんなことを学んで、イプスのあの競馬場で、あの大馬さんを応援するコロッケになりたいと思うので、やっぱコロッケ部に入りたいなと思います。うん、馬病伝説を熱唱してました。そうなの、競馬好きなんかな。週末の予想ちょっと見てみるわ。次何レース、ソースかけたい、ソース、あこれソースになります。エリザベス女王杯、エリザベス女王杯ね、エリザベス女王杯、おお今週や。おつ、どうなんだろう。でも予想の仕方とかわかんないんだもんな。でもやっぱ武豊さんが乗ってる馬って勝ちそうな気がしちゃうんだよね。めちゃめちゃ出るじゃん、23も出るの。いや、そうどうしようかな。データ分析。はいはいはい。どうやって見るんだろう。なんかさ、丸バツとかさついてるじゃん。その本当は。丸バツってどうやって見るんだろう。マチカネ糸半、マチカネ出るの、マチカネタンホイザー、マチカネタンホイザー、マチカネタンホイザー、めっちゃマチカネタンホイザーって言いたい。よくない、名前好き、マチカネタンホイザーと、マチカネ服着たる。丸とかどこで見るんだろう。あれなのか、無料じゃ見れないよな。マチカネタンホイザ、しかしよく覚えたね。いや、なんかね覚えちゃうよ。
なんか自然と覚えてた。よし、じゃあ今8時20分までしようかなと思います。ってなったらあとあれだね、最後50分か55分ぐらい残ってると思うので11時ぐらいに、11時か10時ぐらいにしようかなと思います。はい、そう、あと2分1分なんで、あのね、ほぼあれもあれなので競馬の話しかしてないんですけど、とりあえずランキング読んで終わりにしたいと思います。13位桃の天ぷらさん、ありがとうございます。12位茶太郎あやちゃんまんさん、ありがとうございます。11位キッシーおたかつ禁止条例中さん、いいや、ありがとうございます。10位スイカあやね大福さん、ありがとうございます。9位スカルさん、ありがとうございます。8位 YSA73 さん、ありがとうございます。7位谷さん、ありがとうございます。6位わたあめさん、ありがとうございます。5位ともちんさん、ありがとうございます。4位やすさん、ありがとうございます。3位夏目あや大福さん、ありがとうございます。2位あやねが大好きあったあやね大福さん、ありがとうございます。1位桜のお友達さん、ありがとうございます。はい、というわけで続いてまた配信する時間は10時か11時ですね。なのでまた決まったら言います。それではありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。